どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、こちら編成を見てもらえば分かる通りラバゴレというですねリプレイを見ていきたいと思います。早速見ていきましょう。まずはですねこちらのリプレイ、ゴーレムを2体ですね流し込んで、後からバルーン、ラバハウンドとバルーンを使って 100% 取るという感じでございます。ゴーレムを2体入れる理由としては、対空砲1つ1本破壊とインフェルノタワーと、アチャクイの処理をメインにするようにゴーレムを2体使うんですけれども、まあ、今回は、攻めた敵はですね、まあ、対空砲1本と、インフェルノタワーが1本かな、壊すことができていますね。そしてアーチャークイーンの処理も確実にできています。まあ、こちらのそのゴレラバラバゴレについてはまあその考え方、まあ、根本はですね、ゴレホグとまあ同じかなという感じですね。やはりゴーレムとで、アーチャークイーンの処理そして援軍の処理をしてからの、ちゃんと、後でホグライダーで攻めるみたいな感じの、まあ、原理は一緒ですね。さあそしてラバハウンドとバルーンを2面から出していきました。いややはりですねこちらはですね本当にラバハウンドがいてそしてまだ呪文を打っていないですね。さあここで打ちました。これ3面ですね。これでもう対空砲が全て、なくなったという、まだなくなっていませんけども、はい、もう防衛施設がインフェルノタワー1本そして、巨大クロスボウが脅威になるというぐらいの、もう防衛施設が全然ですねもう残っていない状況でございます。いやまあそしてゴーレムを今回2体、まあそのチョイスしてきましたけれども、ゴーレムを2体は先ほど申し上げました通りやはりそのインフェルノタワーであったりアーチャークイーンであったり対空砲を壊すっていうまあ役割がありますけれども、ゴーレムが1体の場合は対空砲1本の破壊そしてアーチャークイーンの殲滅そしてまあそれがメインとなってくるらしいですね。まあそしてまあインフェルノタワーもまあ壊せたらっていう感じだそうです。はい、そしてですねもうあとはもうバルーンとか、ガーゴイルとかで後の防衛、施設を破壊していくという感じですね。非常に今回もですね上手いですね。やはりゴーレムを使うそしてまあ基本的にそのよく言われるのが陸軍と空軍を一緒に使ってしまうとそのバネが最大限バネではなくてトラップ敵のトラップが最大限に受けてしまうじゃないですか。ホーミング対空地雷であったりあとはその巨大爆弾とか、普通陸と空地上で分かれているのにもかかわらずそのどっちともで攻めてしまうとどっちとものトラップも受けてしまうんですね。なのであまりそのやらない方がいいよとか言われるんですけれどもこちらはですねしっかりと、もう論理的に戦っていますよね。対空砲を壊すそしてインフェルノタワーも壊すそしてアーチャークイーンも殲滅するそしたらもう残りはね、インフェルノタワー1本という、まあ、脅威はねインフェルノタワー1本となりますので非常に攻めやすいですよね。はい、これね簡単なように見えてしまうんですよ。やはりリプレイとか、見てあと動画とかで見ると簡単なように見えるんですけれども実は難しいんですよね。はい、ということで今回はですね、ロジックドネイターズさんにお邪魔している時にですね見られたラバゴレの紹介でした。皆さんもこのラバゴレでですね、ぜひともタウンホール10からですね星3、星2ぜひ取ってみてください。ご視聴ありがとうございました。